はい、今回はマジでね、誰やねんカード最強シリーズかな。絶対知らんでしょ。河合祐介。もう誰やねんでしょ、マジで。まあ、これはね、まあ、ユニフォームは清水エスパルスになってますけども、今はね、どこやったかな、ファジアーノ岡山かな。ファジアーノ岡山の中盤ですよね。どこ行ってんのかな、中盤の。センターとサイドかな。見てこれ。身長169、60センチよ。あ、60キロよ。やばくない？ちょっと。中学生やん。89の。歳結構いってんやな。32ぐらいか。まあ、ファジアーノ岡山でね、多分、中盤の舵取り役として、まあ、頑張ってる選手の一人ですよね。俺もそんなに J2 の試合見ないんですけど、たまに見たときに、まあ、試合に出て、ね、岡山の中盤でハードワークしつつ、ボールさばきつつ、頑張ってると思いますね。ただまあ、今後 J1 昇格のことを考えるとね、まあ、彼がずっとレギュラーで出てるようでちょっとしんどいかなという感じはしますよね。まあ、今年ね、木山監督1年目でファーシアの岡山ちょっとね、ブレイクして、ブーストがかかってね、J1 のプレーオフまで行きましたけども、まあ、来シーズンどうするのか、まあね、デュークがまずはその残留するのかどうか、ワールドカップでね、ゴール決めてるような人ですからね。まあ、バイスはなんかね、残留するみたいですけど、まあ、年齢も年齢ですからね、バイスも。まあ、ファジアの場合もちょっとね、補強しないと結構厳しいかなという感じがしますよね。まあ、どれだけの財力があるのか。ファジアの岡山ってね、どこがメインでスポンサーになってるのかちょっとよく知らないですけども、まあ、地元とかね、なんかやってるんでしょうね。まあ、ちょっと来シーズンもね、補強しないと J1 昇格はまず無理かなと。まあ、エスパルス、ジュビロ追ってきますしね。まあ、あの2チームはでも1年で昇格は無理やと思うんですけど、他にも強いチームたくさんありますからね。来シーズンどこかな？熊本もやっぱりね、継続して、まあ、強いでしょうね。あと仙台。まあ、仙台、まあ、強いか。なんだかんだどんぶりの背比べで、どこも来る可能性あるかなっていう、そんな感じですよね。ジュビロとエスパルスは絶対ないわ。まあ、来シーズンね、J1 昇格できるのか、ファジアの岡山、注目ですね。